い、どうもひろみでございます。今回はですね、久々のですね、このもう何年前になるんでしょうか、僕の誕生日でですね買った作業用カート、一般の人であんまり持ってるのがいないというね、ほぼほぼゴルフ場とか遊園地とかなんかそういう施設ですよね、そういうね、このカートをちょっとね可愛くしようと、まあ色変えたりとかもうちょい可愛くしようという魂胆でございます。なので今日はですね、このカート君をバラして、色をとりあえず塗ろうというのね、まず最初の段階でございます。皆さん全く興味がないのは分かっております。だってこれないんだから、持ってないんだから、そんなことやりますんでよろしくどうぞ。それじゃあね、早速それをバラしていくんですけど、まあどうやってバラすかよく分かんないので、まあとりあえずバラせそうなところからバラす、手伝ってくれるのはね近所にいますしね。それじゃあ六角のちっちゃいのに、これ外しちゃうから最初にね、ちょっとちゃんとしてもらえてもらえて、これ一回よしこれ外してもらって、そうするとこうなってか、こうなってみる、よし、はい、なんだここが足と、はい、なんか、はい、これ抜かなきゃダメだ。あ、そうか。あ、でも逃げれる。逃げれる。これ逃げるんだ。よし。ね、まずはこの状態にして、こいつは一体なんだな。この子を、この子は欲しい。この子。うん。ここで止まってる？多分だけど、ほら、ここ、このフレームに。ああ、これだな。ね。うん、こいつだな。え、どっち取るんですか？え？透明の方を取る。透明の横の方がいいじゃん。横の方がいい。うん、なこれピンだよね、多分。ああ、でもこっちか。あの、T の、はい、ボディに止まってる方が。そっち取った。そっちの方が取りやすいか。だよな。おお。おお。うん？あ、ライトね。ライト。はい。おお。はい。このシートだとかこのカバーが全部噛んでるから、反射音がないんだな。
個ずつ。どうも、先生、はい、1時間半、ありがとうございました。よし、じゃあ、なんでハンガーだったの、クラマは。何なんだろう、こういったことないですよ。しっくりね。よし、これをどうするかな。